細江純子とは、日本中央競馬会に所属していた騎手である。現在はフリーとして活動中。愛知県蒲郡市出身。愛称は、細純。自身もコラム内でこの愛称を使用している。競馬評論家としては独自の肩書、き、ホースコラボレーターを使用している。テレビアニメ、ハロー。レディリンと、竹豊の影響を受け、愛知県立蒲郡東高等学校。 大学中より騎士を志し、自転車通学やジムなどで基礎体力づくりをした。1993年、競馬学校に入学。卒業後の1996年、JRA 発の女性騎士として、牧原由紀。この競馬学校12期生は、花の12期生と呼ばれ、その他の同期生には、福永祐一や和田隆二、古川吉洋らがいる。柳田次男級者に所属。 高校卒業後に JRA の競馬学校騎手家庭に入学し、騎手デビューを果たしたのは現在でも細江が唯一である。同年3月2日の中京競馬第1競争で、デビュー、サファイアネンに起乗し16頭立ての9着。初勝利は、同年5月12日の京都競馬第12競争、レゾンデートルで挙げた。そのレゾンデートルで、同年夏には、 重症の北九州記念にも起乗したデビューの年の勝倉は3つで5月12日京都第12競争レゾンレートル6月9日中京第7競争レゾンレートル7月13日小倉第2競争歌詞のスピード1998年に柳田旧社所属からフリーに転校 デビューした年から毎年勝ち星を上げ、1999年には日本の女性騎手としては初となる海外競馬での勝利も挙げた。しかし、重傷制覇などの目立った成績は残せぬまま、怪我のため2001年6月15日付で騎手を引退。中央競馬での通算成績は493戦14勝であった。騎手引退後は、竹豊の助言をきっかけに、 競馬評論家、解説者として、テレビ番組出演や雑誌、新聞での執筆活動をしており、ボバを、くん、ヒンバを、ちゃんと擬人化表現で呼ぶなど、独特の語り口で、競馬ファンに知られている。2011年2月4日に、橋田光流久の調教助手である、小玉舞台と結婚。産休のため2013年6月23日の、宝塚記念当日における、 関西テレビ、競馬ビート出演を最後に一旦すべての放送出演を取り留める。2013年9月24日に長男を出産したことを2013年9月26日付のツイッターで報告した。その後、12月22日の第58回、有馬記念当日の中山競馬場で取り行われたオルフェーブルの引退式の司会を務めた。 2014年1月5日のみんなの競馬で初めてテレビ中継のレース解説を務めた。テレビラジオ出演、編集アニメ出演、編集執筆、編集テレビラジオ出演、編集。ありがとうございます。